はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はボックスガチャ1万連検証やっていきたいと思います。巷によるとオート周回リピート周回機能が実装されてからチケットの数が激減してるらしいので、それも合わせて検証していこうと思います。ちなみに現在の所持数ですが、無料チケットに関しては28枚、そしてオール期限と転勝に関してはオール期限が53個、転勝が26個という形になってます。でここも、ちなみになんですが、前回の FF7 の、ボックスガチャに関してはチケットが40枚、オール期限が19個で転勝が10個出てますので、ここからさらにマイナスされているのかどうかも合わせて検証していこうと思います。ではやっていこう。はい、ということで1万連回し終わりましたので結果の方を見ていきたいと思います。チケットの元々の所持数が28枚、そこから何枚増えたのか見ていきたいと思います。結果はこちら。ででえっ、36枚、嘘でしょ。え、回復力バカみたいにつぎ込んで8枚しか増えてないの。うわ、これ割に合わねえわ。絶対もう周回しない。この排出率はひどすぎる。じゃあ続いて、オール期限と転勝を見ていきましょう。やべえ、なんかめっちゃ腹立ったオール期限に関しては、あ、78個、これめっちゃ増えたね。最初からだと25個ぐらい増えてる。で転勝は32個だから6個だね。いやー、今回不具合でもねえのか。これこの仕様はやばいね。まあオート周回が実装されたから、うわー、その辺下げてくんのか。もともと出ないチケットがさらに出ないんだね。これはもうね、体力回復薬無駄ですね。ということで、僕はもう多分今後よっぽどのことがない限り回復薬を使用して周回はしないと、思いました。ということで、皆さんはいかがだったでしょうか。ぜひね、1万連した方、もしくはめっちゃ回したけどこれしか出なかった等のね、苦情がございましたら、ぜひ僕のコメント欄にお書きいただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。